元金プリ平野仕様の転身、暴露系 YouTuber としての可能性。2022年5月、キングプリンスを脱退し、ジャニーズ事務所も退所した平野仕様。その後、彼が暴露系 YouTuber になる可能性が浮上しています。女性自身死のスクープ記事によれば平野は退所後に YouTube への出演オファーを受け、 当初は退場の経緯を明かす内容での出演を検討していました。しかし、退場が近づくにつれ、彼の心境に変化が生じ、YouTube 出演を見送ることとなりました。平野紫洋が金プリ脱退後、彼を取り巻く状況は大きく変わりました。ジャニーズ JR 出身の歌手、岡本カワによると、 平野はジャニーズ事務所の創業者である小ジャニー北川氏から性加害を受けていたとされ、これが退場の一因とも言われています。もし平野が YouTube 出演を果たしていたなら、この問題への言及は避けられなかったでしょう。出演の変遷。最初は退場の経緯を暴露する予定で YouTube 出演を検討していた平野。 しかし、金プリに残る二人やこれまでの関係者への思いに心を痛め、出演を見送ったと言われています。この葛藤は、平野が抱える爆弾に起因している可能性があります。爆弾の存在、平野が持つ爆弾とは一体何なのか、ジャニーズ事務所にとっては厄介な存在であることは間違いありません。一部の関係者は、 平野がこれを活用し、ジャニーズ事務所に対抗する手段として YouTube 出演を選ぶ可能性があると指摘しています。この爆弾が暴露の対象であれば、これまでの騒動は比較にならないほどのものに発展するかもしれません。ジャニーズ事務所の対応。平野の行動次第で、ジャニーズ事務所はどのように対応するのか。 もし平野がガーシー容疑者のような暴露を始めるなら、それは事務所にとって大きな試練となるでしょう。一方で平野が爆弾を手にし、事務所からの圧力に対抗する手段として YouTube 出演を果たすならば、これは芸能界における新たな展開を意味することでしょう。平野仕様の未来には不透明な要素が多く絡んでいます。 彼の選択次第で芸能界やジャニーズ事務所に大きな影響を及ぼす可能性があります。暴露系 YouTuber としての道を選ぶのか、それとも異なる手段で新たなスタートを切るのか、これからの平野の動向に注目が集まることは間違いありません。